12番グレゴリー・ピリポウスキーさん、ポーランド。オリジナルプログラム第3位、グゼン王主フィリポウスキー。哀愁を帯びたヨーロッパの大人の演技をどうぞ。トリプルアクセル、ダブルトーループです。トリプルルッツ、綺麗に決まりましたね。高さ十分あります。あ、乗ってきたようですね。今シーズンはこういったリズミカルな演技へと変身を遂げましたフィリポウスキトリプルループです。綺麗です。トリプルサルコ、トリプルトーループ、ダブルトーループ。最後に近いところでこれだけ速いステップは苦しいですね。ジャッジのすぐ前、まあガッツポーズ。ラテン音楽のメドレーに乗りました、ポーランド、フィリポウスキー。
本人の表情を見ますと五十嵐さん大満足という感じですが。そうですね、確かに練習の時よりも数段出来が良かったような気がしますけれども、ただスローパートのところでですね、やはりただ走ってる、要するにランっていうんですけれども、はい、ステップとかもう少し何かしっかの動作で埋めてた方が良かったなという気はしますね。これ迎え撃つカメラへすごい迫力ですが、高さがありますね。いや、高さはすごいですね。フィリポウスキーさんの得点、得点が出ます。5.7、5.6、5.7、5.5、5.8、5.7、5.8、5.7、5.8、5.7。さあ、アーティスティックインプレッションを見てみましょう。アーティスティックインプレッション、同じようです。いい得点ですね。この時点ペトレンコは抜けません。フィリポウスキーが第2位、第3位ザゴロドニューク、第4位ワイリー、以下ドラン、メドハースト。残る選手あと1人です。